どうも、エルカギのエルウダです。はい、どうも、デロニアチです。ということでね、はい、お見送り芸人新一号泣ということでね、入ったんすか？昨日 R1 グランプリで優勝したんですけれども、号泣に入ったんですか？いや、号泣さんには入ってないです。赤岡さんと島田さんのお笑いコンビ号泣、誰がわかんだよ。失礼だろ。言わなきゃいけないと思います、俺は。で、まあ、僕らライブに出てくる話だけど、はい、お見送り芸人新一さんがなんと優勝ということで、はい、優勝したんですね。すごかったんですけれども、うん、僕らもね、長いことライブ一緒に出てますから、まあ、すぐに連絡しましたら、錦鯉さんはしばらく連絡返ってこなかったんですけど、新一くんは夜中に連絡が来て、M1 と R1 の差ちょっとあるかもみたいな。やめなさいよ。ちょっと思ったけど、朝起きたら新一さんの告知がすごかったね。うん、もう今日テレビなんか。あ、もう目覚ましR1 なんたら入ってましたね。入ってましたから、もう会えなくなるのかなっていうのと、あとすげえのは、新一くんが優勝したんだけど、トレンド1位ずっとザジーみたいな。で、なんでかっていうと、ガチャピンが、ザジーさんってつぶやいたんですよ。で、ザジーさんのネタにガチャピンが出てくるのね、結構。出てきたの。で、ガチャピンがツイッターやってるから、うん、ザジーさんってつぶやいたことによって、うん、もう結局ガチャピンみたいな。ガチャピン。ガチャピンをやってんの知らない。ガチャピンのせいで新一ちょっとトレンド下に行くみたいな。あのね、確かに、しんちゃんとかね、はい、新一くんと、ザジーさん、はい、ザジー君。この二人の写真を載っけてのちょうど並んできたんですよ、僕のツイッターの方に。金髪対決ですからね。あのね、あれ優勝してんのにリツイート数とかが明らかにちょっとね差があるという。あ、そうでした。ザジーの方が、ザジーの上だったね。でもそれでも万は言ってんだよ、どっちも。まあまあ、だからザジーが去年準優勝で圧倒的にすごいミスってしまって優勝候補だったみたいなね、ところがあっての多分その差かもしれないけど、錦鯉さんで言ったら M1 で言ったらでも昨年の時点でもう売れてたっていうね。だからそれで今年より優勝候補に、だからザジーは錦鯉さんみたいになる予定だったんだろうね、本当は。昨年のインパクトからっていうことだったんだけれども。そうだね。いや、あんなに泣いて、めちゃくちゃ泣いてて、新一くんが優勝した時に、もう本当に、号泣して崩れ落ちてる人好きって多分すごいつぶやかれてるんだろうなと思ったけどね。あの人は本番でめちゃめちゃ毒つきまくってたから、ね。いや、もう、これ嘘泣きだと思って。いや、本気でした。誰が見ても分かるぐらいの嘘泣きだと思って。あいつはうまいなと思った。あの崩れ落ち方しないんで普通。ねというね、ことですね。あとはね、ザジーじゃなくてザズィーだってことですね。これ粗品さんだけがずっと、ザズィーって言ってましたね。番組最初から最後までザジー、みんなが審査員がザジーって言ってるんだけどね、ということでザジーのネタでしたっていうのを言ってて、でこれはもう気になりすぎてザジーって言おうと思ったのと、あと粗品さん以外でもう一人だけザジーって言ってる人がいたんですよ、それがザジーだったんですよ。だから粗品さんザジーに忠実だったんです。なるほど。ザジーでこれね、俺リアルだと思うんだけど、20代だと思うんだよね、七味振り明星さんで多分、まあ言って30歳ぐらいでしょ。まあそんなもんじゃないか。ここなのよ、英語のね、多分スキルアップしてるんですよ、今の 若い子。細かいのに気になっちゃいそうだもん、ね。本当それこそ俺大学生の子とかね、よく喋る機会あるけどね、やっぱ英語の発音より良いもんね、俺らの頃より。ああ、そうなんだね、英語知ってるし、詳しいし。ザズィ。ザズィ。ザズィ。今、高学歴化してるって言いますか、ね、高学。だからね、ザズィさんなんですよ。なるほど、ね。それはね、ちょっと。なりざわんみたいなことだよね。で、すごいのが、ザズィさんが、1本目のネタでめちゃめちゃ羽をこうやってつけてきたのね。羽が生えてた、っていうのはもう去年もうインパクトが、なんつうの、見たことないハイカットの何マーチンみたいなの履いてんじゃん、ピンクので、見たことないぐらいホットパンツ、はいはい、でロン毛の金髪で、まあ、要素が多いでしょっていうつかみやって、もうあれ以上要素を足すためにどんどん金の羽をねつけてきて、もうちょっと見ましたけど、でマイクも金のマイクなんですけど、はい、それちょっと笑っちゃったんだけど、で2本目こうつかみ弱くなるじゃん。まあしょうがない。どう変えてくんのかなと思ったら、髪をツインテールにしただけだったっていう。で本人含め誰も突っ込まないっていう。これはちょっとね、2本目のネタの装飾品がヘアゴムしかなかったっていうのが個人的にすげえ気になったっていうね。そうだね、そう、みんな見落としがちだね。見落としがち、見落としがちだね、これは。そういうところだね、完全に。そう、だからお見送り芸人しんいちさんはもうライブもずっと一緒で全然さ、もう決勝候補だったけど、俺は絶対決勝行かないと思ってたね、もともと。ああそう、そう、なんでかっていうと、賞レースにおいて固有名詞と毒づきはダメですからです。あるほど、だから違うんじゃない。ということで、
新一だけど新一さんはめちゃくちゃ受けてもずっと行ってなかったわけでしょ、うん、でいっぱいやっぱりネタ細かく変えてるんですよ実は。あ、はいはいはい、ネタの中に構成がちょっと入ってるわけですよ。でそういうことで、まあ、10年以内になってとかいろいろあって決勝行って、まあ、優勝したわけじゃないですか、うん、これでねあの誰も傷つけない笑いが流行ってるのにこの真逆が優勝したのが感慨深いってつぶやいてる人がいて、いやそれ俺らだからやりたかったみたいなと思って、うん、ちょっとね、うん、ちょっとま、1回っていうか、うん、M1 まだ出れんじゃん3回ぐらい、はい、ちょっともうちょいマジでやろうかな。やれよやるよやる。でその代わりストップウォッチですよこれから。うわ出た。でも三浦マイルさんがつぶやいてたけど地獄や、そのルール改正は早めに言っといてくんないと、うん、少なくとも半年は調整かかるから、うん、早めに言ってくださいって書いてて、まあそうだよね。いや俺そこで半年かかるんだって知って、うん、まあ俺らはそのコンビ組んでからずっと M1 のためだけにやってたじゃん、うん、で普段のライブもずっと M1 のためだけにやってたから普段から3分でやってたけど、うん、でだんだん、まあちょっと時間適当にやってみようかみたいな、うん、で気づきもあったけど、もう一回これ3分でやっていくのはいいのかもしれないっていうのはね、新一君のネタのギアの書き方を見てね、鬼共感だな思ったんだよね。ああ、はいはい、はい、っていうかもう3段落ちからまずガンって外して、うん、でそこからどんどん派生していくっていう、うん、要は本当の歌っぽいやつに沿ってるのって2個だけじゃん最初の、まあはいはい、あれが最短で入ってての3段落ちからだからもうあの M1 優勝した時の増田岡田さんぐらい。ああでも普段からね、うん、ツイッターでもね、うん、そのネタやってたしね。ああそう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 、ずっとネタやってる感じだったから、うん、まあすごいなと思って。まあまあそれはでも R1 の人は特に多いかな、やってる人は、うん、あの大喜利的にちょっとやってる人っていうのは結構多いのかなというふうにね、うん、思います。あとすごいね、R1 の敗者復活も見たけど、あそうイエス・アキト、うん、イエス・アキトが、ぶち抜いて行ったけどすごかったね、うん、イエス・アキトが、イエス・アキトが勝って人気票と言われる時代って書いてる人がいて確かにイエス・アキトがワーキャーで、うん、ワーキャーかよって言ってるお前出せよみたいなイエス・アキトは、うん、本当に実力の人よ。だけど、うん、ワーキャーもあんだよ今。ワーキャーもあるんだ。イエスがだからあの3人組ね、薩摩川 RPG が仕掛けたイエス、怪奇イエスどんぐり RPG が、うん、あれめちゃくちゃ人気あって、あ、はいはいはい、だからすごいよあの見た目でワーキャー取ったら、うん、ほんと多分令和の天野さんって感じキャインのおいメガネで寄せてくるんだけど、メガネで寄せてくる、令和の天野さんメガネの小太りに合わせてくるんじゃないいやもうあとだから秋とも株やるわけですね、あと株やる、あと土地の売買な、オリンピック前に買うとかな。あと結構さ審査員の人はさやっぱいろいろこういろんな基準を持ってるけどさ、シンプルにさ、うん、ギャグだけでいったやつって初めて見たような、うん、そうだね、シンプルにギャグだけではないね、うん、ザ・漫才の流れ星さんぐらい、ザ・漫才の流れ星さんもうちょいストーリーあったのかな。でも一応そうだね、うん、一応片方が流れは作ってるけど、あったっけ流れは作って、一応作ってるっしょ、でツッコミもあって、いやすごいよな、ギャグのみでつなぐ、だから猫ひろしさんみたいな猫ひろしさんが優勝したみたいな、まあ、まあ言ったみたいなそれすげえなそういう感じでしょ。確かにそんな感じだね。そう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 。イエスヒロシって感じ。イエスヒロシ。確かに。あ、それはあるな。うん。で、一応個人的にね、もう新一さんのネタで言ってましたよ。うん、あの見てるだけなのに点数つけてる人好きって書いてましたけど、うん、まあその好きに入った入るけど、うん、冷静に見て、俺の中で圧倒的優勝は吉住でした。あの、まあ面白いからね、やっぱ吉住。面白いよね。バカリズムさん確か一番点つけたんじゃないかな。一番点数つけてるのは確か吉住さん。あれはやっぱ作れない、別に新一でも作れるとかではないけど、うん、でも一番作れなそうみたいな感じを僕は受けましたね。あれ雰囲気ないと無理だね、うん、無理だ。すごいね、着眼点はもうさることながらみたいなところですね。そう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 、だちょっとね、あれ俺やったところで受けなそうだもんな。まあでもその人なりのやりようがあるのかな。あの着眼点から入って芸能人の不倫に本当にキレてる人がいたらっていう、まあもちろんそこに気づくのはすごいんだけどまあそういう感じですかね、うん、はい、ちょっとねもうちょいやってみようかな。だからちょっとスルーしてた主催者とかに連絡取ってみようかな。やめなさいよ、分かりやすいことすんじゃないよ。ギャラ、いや逆に払うんで。いや、もうやばいじゃんお前逆に払うんで、総合的に損してるみたいな、うん、まあそんな感じですかね。皆さんね、うん、誰が好きだったのかとかね書いてください。ぜひちょっと拾える回があれば拾っていきたいなと、はい、思っております。といったところで、また日向さんください。お願いします。